北朝鮮平壌の近日製広場に集まった住民数万人が、金正恩という大型文字を作るなど、北朝鮮が大規模な沿平式を準備していることが分かった。米国の声放送が2日、報道した。オアはこの日1日午前11時9分、衛星写真業者が平壌の近日製広場を撮影した写真を公開した。 写真を見ると、数万人と推定される人々が赤い波で広場を埋め尽くしている。この中で一部は、黄色で隊列をうなし、金正恩という文字と北朝鮮労働党のロゴを作っていた。また、昨年4月15日に北朝鮮で行われた越平式を撮影した衛星写真と比較すると、 今回の越平式が規模の面で大きな差はないようにまみえる、とおアは伝えている。